とにかく日本の国力を高めて世界の真ん中に日本が立てるように世界をリードしうる戦略産業この塊を作っていく原発、はい、新設増設、はい、再稼働は進めていく新増設にも検討していくべきだと思っています。20年以上前密着取材させていただいた VTR を発掘しましたので、はい、ちょっと見ていただいてこれ1997年のおあ懐かしい失礼しますこんにちはこんにちは今日はありがとうございますよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いします。じゃあまず改めまして今日はありがとうございますありがとうございますよろしくお願いします。今週立候補表明なさって、はい、それからはどうでしょう周辺の動きも活発になってきたと思うんですが、はい、なんかジェットコースターに乗ってるような気分で、ええ、あまり周りが見えてないかもしれないですねまあ、当選4回というこのタイミングで立候補をしよう、はい、これをこう決断されたのはいつ頃だったんですか。本当に、まあ、ある意味腹をくくって決断したのは比較的最近でしたね。ただ年を明けた頃から、まあ、多くの同僚議員が、まあ、自然発生的にいろんな複数のこの方からですね、まあ、自民党も危機ですしそれ以上にこの日本の先行きに対して本当にこのままでいいのかという、まあ、結構強い危機感を共有する仲間から総裁選への挑戦というものを出馬を結構働きかけられまして、まあ、そういうさまざまな重い声を自分なりに受け止める中で最後は自分で決めましたがそれは比較的最近のことだったと思います。そうですか。今回ですね我々大まかにこちらの質問に沿ってですね話を進めていきたいなと思いまして、はい、こちらご用意しましたので、はい、まず書いていただいてもよろしいでしょうか。はい、これちょっと単純に丸×で書けないので、はいはい、丸や×や三角それぞれちょっと多分条件というか前提を置かないとなかなか確かにそうですね、はい、あの単純化するのは良くないと思うので、はい、ただ、はい、まあ、そういったこともあるんでしょうか。それで三角がちょっと多いなという感じがするんですが、はい、まずこの成長戦略についてですね私の成長戦略はサプライサイド、はい、新日本創造計画そしてデジタルで稼ぐと書かれていますが、はい、どういうことでしょうか。詳しく教えていただけますか。人手不足があったり物流のキャパが不足キャパシティが不足していたりあるいはそのサプライチェーン供給網がもう劣化していたりそういう意味でその供給サイドの制約というものが大きいというふうに私は思っているんですね。日本の経済が成長していく上でそういう観点からすると労働資本生産性この3つの側面からこのサプライサイドその供給サイドのこの制約というのを取り除いていくことが重要なんじゃないかなというふうに思っています。でこれは本当に大きなこう考え方なんですけれども、はい、その中で、少し掘り下げて、まあ、あえて具体的に2つ挙げるとすると出馬会見の時に申し上げたんですけれども、まあ、新日本創造計画ということでこれは端的に分かりやすい例を言うと熊本に TSMC がこう進出をし、まあ、誘致に成功して、まあ、そこで工場を建てて、半導体の生産に踏み切ったわけですけれどもその日本各地にですね特に地方において、世界をリードしうる戦略産業これをこの塊を作っていくですね。それは大企業だけではなくてその地域の中小企業も含めてそのクラスターを作る中で、そこに雇用が生まれ、所得が上がりそして若い方たちがその将来の産業になるために集積をしで地域が活性化していくというような、まあ、そういう形で、こう各地域を地方に大胆に投資をしていくそれが一つのこの私の計画それを全国各地に作っていこうと思っています。でもう一つこの成長戦略として切り口として、まあ、多分あるのはデジタルで稼ぐっていうふうに書いたんですけども、はい、今日本我が国は
こう毎年 5.5 兆円程度のデジタルの赤字ですね、デジタルサービス収支が赤字になっています。どんどんそのこれから DX やデジタルが進んでいく中で、このままだと日本の国富が海外に流れていってしまうわけですね。そうじゃなくて、日本の国内でこのデジタルサービスというものをしっかりこう賄っていけるような、場合によってはやっぱり外に対して輸出をしていけるような、そういう国づくりをしたいというふうに思いますし、こういうことを合わせていくことによって我が国の成長力の底上げをしていきたいというふうに思っています。まあ、本当にこのデジタル赤字の問題というのもかなり深刻で、やっぱりこういろいろな仕組みが海外に頼らざるを得ない状況ですと、国からお金が出てしまう、経常収支がどうしても赤字になってしまう状況になる、はい、それを食い止めたいというそうですね。これは一朝一夕に当然できるわけではなくて、特にアメリカのガーファのような企業と比べると、相当この能力には歴然たる差があるというのはちゃんと認めた上で、そうした海外の企業の知見というものもしっかりと吸収しつつ、できるだけその我が国でそういうサービスを提供できるような体制を作っていくこと、これは重要だと思っています。時間はかかるかもしれないからこそ、リスクもそれにあると思っていて、だからこそ国がしっかりとその国家戦略としてそういうことをやりますよということをしっかりと明示をすることで、民間企業やあるいは技術者研究者の方たちに国家の意思をこう示すことで、じゃあ本気になって、じゃあやってみようという、そういう意識を高めていただくことが国のやるべきことだと思います。TSMC ですとか半導体分野に大胆に投資をする、このあたりは岸田政権の経済政策ですよね。岸田政権の経済政策と根底が同じもの、共通するもの、そして違う部分、これはどういうところなんでしょうね。まあ、それは一概になかなか言うのは難しいですけども、基本的には同じような方向を向いてやっていくと思います。でも後でお話がこう出てくるのかもしれませんが、例えば賃上げについて言っても、まあ今はその国がこうある程度そのまあお願いして要請をする形で、この物価高に負けない賃上げというものを実現していこうとしています。私はそれは正しい方向だと思いますが、じゃあ未来永劫それが健全な形かというと、私はそうは思わないですよね。本来であれば民間企業がしっかりとその稼ぐ力を高めて収益を出して、自らの経営判断で国の関与なんて一切関係なく、しっかりとその自律的な判断で賃上げを行っていくっていうのがある意味望ましい経済の在り方だというふうに思ってますので、そうしたところをしっかりと目指していけるように、この成長力の底上げをやっていきたいと思ってます。このさらなる賃上げを経済界に要請するかどうか、はい、これ丸から三角へという話なんですが、これ丸から三角、つまりはそういうことということですか。そういうことです。今はその当面はやはり国が足元で物価が高騰してますので、物価高に負けないだけの賃上げを行っていかなければいけない、その軌道に乗せなければいけないので、そこはやはり国がこの労使双方にある意味お願いしていく形で、そこはそのサイクルを作っていかなきゃいけないと思いますが、三角というか×なのかもしれませんけれども、最終的に目指すところは国がいつまでも関与する在り方というのは私は健全ではないと思いますから、むしろそのデフレマインドをしっかりと払拭をして、いわゆるその転嫁構造ですよね、この働く人の7割を占める中小小規模事業者の方たちが、この物価高今ありますけれども、それを例えば元請けとの関係でしっかりとそのコストが上がった分を価格にちゃんと転嫁できるような、そういうこの仕組みというものをしっかりと作っていく中で、徐々にこの国が関与しないこの自律的な方向に持っていくというのがあるべき流れなんじゃないかと思いますね。輸入物価が上昇してしまう理由として、この円安が一つの要因として挙げられますが、この円安を是正するためにも日銀が追加利上げを進めるべきと考えていらっしゃるかどうか、ここは三角というお答えですが、これはどういうことでしょう。